ここはアウトサイドピッキングを取り入れてオルタネイトアップダウン逆になって崩れますけど、卵が先か鶏が先か。はい、こんにちは、秀則ミュージックスクール校長秀則です。ノリス、教則本に書かれているダウンアップピッキングの順番は教則本通りに守った方がいいですか？我流でやってきたためその辺が曖昧で上達が低迷しています。基本的にはオルタネイトを崩さないっていうのが理想なんですけど、僕のハイビッグマスターパッケージで書いてるように、ここはアウトサイドピッキングを取り入れてオルタネイトアップダウン逆になって崩れますけど、そうしてくださいみたいなっていうのも全然あるんですよね。ピッキングの順番を教則通りに守っていないことが上達が低迷の原因じゃないと思うよ僕。それ何かが動かないんだと思う。わかんない、その卵が先か鶏が先か、玉先には先って僕呼んでるけど、まあ、僕だけやけどね言ってんのね。できないからダウンアップピッキングを守らなかったということも考えられますし、でなので僕はこうやってパッと読んでピッキングの順番大体まあオルタネイトで書かれてると思うけど、まあ、当然のようにフレーズによってはギタリストなりにこう書いてたりオルタネイトを崩してたりっていうのは全然あると思うんで、それは別にそのまま標本通りにやった方がいいんですけど、それをやってなかったから上達してねえなっていうわけでは結構な確率でそれが上達が低迷してる原因ではないですね。パターン的にないなって感じだから、何かが動かないんですよ。右手のどっかが何かしら動かないところがあって、そいつが邪魔をしてるんですよ。これもほぼ間違いないと思いますね。パターン的に根本マスターパッケージキャンペーンは今年中ずっと続くと思います。よろしくお願いします。ちょっといろいろありましてですね、ヒデノリミュージックスクールホームページの更新ができなくなってですね、なのでねキャンペーンの価格が変えれないですね。キャンペーンほんまは9月末で終わろうと思ってたんですけど、今のところ1ヶ月延長しております。もうこのままもう年末商戦まで行くと思います。でも来年にこのホームページが変えれるようになったらしばらくやらんと思うんで、できるだけキャンペーンのうちに買っといてください。そして単発レッスンに来てください。一発でわかると思いますよ、その原因が。よろしくお願いします。玉先庭先は初耳でしょう。俺も初耳、俺が作ったから根本パッケージとても興味あります。購入するべき人の基準や購入して練習することでどんな効果があるとか言える範囲で教えてほしいです。購入するべき人の基準その1、周りにギターやってる人がいて明らかに自分の方が歴長いのに明らかに周りの方が上手い、これは完全に根本が足りてない典型パターンなので、まあこれは分かりやすい。ギターソロなんか弾いてる時によく言いますね、みんなね、早かろうが遅かろうが指が分離しないんですと。え、遅くても遅くてもしないんですよ。はい、この人もそうです。早いピッキングができないんです。早いカッティングとかね、今言った2と3っていうのはコントロールなんだよっていうのが分かりますか。全部コントロールするっていうところに尽きるんですよ。遅くやんのも早くやんのも早くコントロールしたらいいんです。よし早くやろうって、それが根本が足りてないと早い動きっていうのは即座にできなかったりするんですよ。4つ目を言うなら、私生活で不器用やねとかちょっとしたことがなんかうまくいくことできない、なんかいるでしょ、何でもかんでもうまいことなんとなくそつなくやっちゃうやついるでしょ。俺が鶴1個折ってる間あいつ5個ぐらい折ってる、しかも綺麗みたいな。日常生活での何かしらふとしたことの動きだったり器用さだったりっていうのがちょっと遅かったり劣ってる気がするみたいな人も、これ4番目、これも条件としておきます。はい、というお話でした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。あ、チャンネル登録といいね、マジでよろしくお願いします。コメント全部読んでます。バイバイ。まあこの最後の挨拶って見られることないんですけどね、あの最後に長いクソ長いあの根本の広告が入ってるからみんな大体あそこで飛ばすから、あんま見られないですけどね。